警察によりますと、午前11時半ごろ、山口県岩国市の中国道で、大型トラックが中央分離帯に衝突し、横転する事故がありました。トラックに積まれていたのは、食用の豚およそ100匹で、事故の衝撃で十数匹が高速道路上に逃げ出したということです。トラックは広島県から長崎県まで豚を運ぶところで、運転していた60代の男性に怪我はありませんでした。この事故で中国道は戸河内インターチェンジから六日市インターチェンジ間で上下線ともに通行止めとなっています。解除のめどは立っていません。